ジョイ。なんだ？この辺でストリートファイトをやってるところを知らないか？りょう、まさかあんたストリートファイトやる気なの？ストリートファイトで勝ち抜くしか後天楼に入る方法はない。時間がない。詳しい話は後だ。無茶ばっかすんだから、はあ、しょうがないな。白線街に出てすぐのところにある。他には？他にはそこを行って広場に出たらすぐ右に行くんだ。白線楼と浮遊楼の間の路地を入るとあるよ。そうか、わかった。あいつだ。さあさあ、この紀州本性こそは当代きっての傾向の達人だ。機敏なること飛燕のごとく、食べることマシラのごとく、この紀州本性を見事捕まえたら勝ちだ。賭け金10ドルの一本勝負だ。制限時間は30秒。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか？俺がやろう。よし、上がりな。俺の動きについてこれるかな？頑張れよ。それじゃあ、構えて。レディー、ゴー。まだまだ。よっと。ほらよ。ほらよ。やば、捕まえたぞ。しまった。勝負あり。やったな、若いの。くそ、俺の動きを読まれるとは。やるな、兄ちゃん。ほらよ。すいません、少し聞きたいことが。旦那様、おめぐみを。じゃあ、これを。お、ありがとうございます。何かお聞きになっておられましたが。この辺でストリートファイトができるところ知りませんか？それなら向こうの広場でやってますよ。そうですか。他に心当たりないですか？あそこの工場跡でもやっています。わかりました。そこ以外には？他には浮遊楼前の広場でやっていますよ。わかりました。あいつだ。
立ち会い。ここにいるのはモンゴル相撲の強者たちだ。ナダン、おう、アーゴン、ふん、そしてウズン。ルールは簡単。こいつらから制限時間まで逃げ切れれば勝ち、捕まったら負けだ。最初はナダムと勝負。賭け金10ドルの一本勝負だ。制限時間は30秒。さあ、我と思わん者は手を挙げてくれ。俺がやろう。よし、決まりだ。少しは骨がありそうだな。それじゃあ、構えて、レディーゴー。うん、してたぜ。すげえな兄ちゃん。ほらよ兄ちゃん、次はあいつと勝負しねえか。賭け金は20ドル。どうだ。いいぜ。よし、決まりだ。一丁もんでやるか。それじゃあ構えて、レディーゴー。うん、はい、そこまで。やったな、若いの。まさか逃げ切られるとは。少し見くびっていたようだ。すげえな兄ちゃん。ほらよ兄ちゃん、次はあいつと勝負しねえか。賭け金は30ドル。どうだ。いいぜ。よし、決まりだ。勝負はもう見えている。それじゃあ構えて、レディーゴー。うん、あいつだ。
お立ち会い。ここにいる新幹線こそは鉄砂賞の達人だぜ。長年鍛えたその翔太は一撃で牛をも倒すって代物だ。この男と勝負する腕自慢はいないか。賭け金10ドルの一本勝負だ。制限時間は30秒。さあ誰か勇気ある挑戦者はいねえか。俺がやろう。よし決まりだ。奴の鉄砂賞を食らったらイチコロだぜ。せいぜい気をつけな兄ちゃん。覚悟はいいか小僧。それじゃあ構えて、レディーゴー。くらえ、命拾いしたな。しゃあ、切ったぞ。勝負あり。わしの鉄砂賞が交わされるとは。すげえな兄ちゃん。ほらよ。お年玉ミュージアムだよ。いろいろ遊べるね。好きな台あったらハッサンに言う。教えてあげるよ。これなんだが。やりますか。遊ばせてくれ。そんなこともあります。まだまだやります。どうですか？また今度にするよ。No？ そうですか？残念。また来て。
この辺にストリートファイトができるところはないかな。屋台街にあります。屋台街向こうです。わかった、ありがとう。あいつだ。さあさあ、この馬文苑こそは東大きっての剣法の名手だ。中国剣法の高等技術家計を使って相手の攻撃を華麗に受け流す。この文苑に一撃でも入れたら勝ちだ。制限時間は30秒。賭け金10ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、決まりだ。いい目をしておる。それじゃあ構えて、レディーゴー。まだまだ、まだまだ、まだまだ、なんの、まだまだ。おや、しまった、勝負あり。やるじゃないか、兄ちゃん。ほらよ。恐れ入った。なかなかの功夫を積んでいるようだ。日が落ちてから竜影街に来な。竜影街、行ってみるか。
おい。あんたは。ここじゃ人目につく。こっちだ。これは？そいつらを倒しな。え？話はそれからだ。ほら起きな、朝だよ。よく眠れたかい？おい、なんだよ。おい、この男を知らないか？お、スタントじゃねえか。どこにいる？こいつなら、スザクロウで戦ってるぜ。スザクロウ？ああ、ヤムチャロウの中から行けるんだよ。ヤムチャロウに行って聞いてみな。わかった、ありがとう。おい、この男を知らないか？
グレッグモアじゃねえか。こいつ強いぜ。どこにいる？屋台街の外れにある清流庭院で戦ってるぜ。清流庭院。屋台街に出たら壁沿いの方を探してみな。わかった、ありがとう。おい、この女の人を知らないか？うん、終焉じゃねえか。俺ファンなんだよ。どこにいる？確か屋台街の近くの原点楼で戦ってるぜ。原点楼。屋台街で聞いてみな。わかった、ありがとう。すいません。え、私ですか？あの、この男を探してるんですが、スザクロエは？ああ、スザクロですね。よければご一緒にどうぞ。近くまで行きますよ。ありがとうございます。
たけど。ご親切にありがとうございました。いえ、どういたしまして。待ちな兄ちゃん、そこから先に行くな。聞きたいことがある。お前何の用だ。あのこの男を知らないか。ああ、ここにいるぜ。本当か。挑戦したいのか。お前命知らずにも程があるぜ。ちょっと待った。勝手に入られると困るんだよ。あのここに入るには500ドルが必要だぜ。ああ、払おう。まあ墓穴に直行しねえよ。頑張りな。これは。1回5ドルか。遊んでみるか。
終わったか。やめとこう。やんのかい。ああ、 Hey! Come on, boy! Come on! Ready!Hey!
油断したぜ、ボーイ。そうらしいな。覚えとけ、ボーイ。次はお前の負けだ。聞きたいことがある。驚いたぜ。え？あのスタントを倒すなんてよ。おかげでこっちは大損だ。明日から客足も減るだろうな。ったく商売上がったりだぜ。